告知します。お願いします。次の出演は明日新宿のスナックレプリというのに出演します。レプリ撮影会っていう撮影会があるんですけど、そこのモデルさんたちで明日スナックレプリをやるので、よかったら皆さん飲みに来てください。はい、エリザベスは7時から2部の方に出ます。あと来週の水曜日に駒込ワイワイホールで出演します。ひとみちゃんとのユニットでも出演するので、来週の水曜日駒込ワイワイホール来てください。あと、あと四ツ谷バー43で次は3月26日にやるので皆さん来てください。この前も来てくれたみんなありがとう。あとは4月25日に池袋東口劇パに出ます。皆さん来てください。4月25日です。また先のこと、はい。あとはエリザベス、ツイッター、フェイスブック、ブログやってるので、どうやって検索するの？秘密です。秘密じゃない、秘密が読めない、面白すぎ、秘密なの。あとはバー43にチラシ貼る。身長は147.8 です。秘密じゃねえのかよ。足の大きさ、なんか秘密です。何やねん、足の大きさ。それでは次の曲に行きます。聴いてください。あなたの肩に寄り添いながら歩く私の場所、今どこに手相落としても抜いたよ自分に嘘つけない、優しい言葉そろったもの知らないよ、一人泣きながら夜の日々に押し粒体操、もしあの日を取れるなら今は出る、もう離さない、大丈夫な息だよと強がって見せただけなんだ、風が冷たく感じる日々の中でもう埋められない隙間、あなたとの想い出抱きしめても虚しいだけ、誰も知らない、もう一人の私に何もかも失ってから今頃気づいた、もしあなたに出会わなきゃこんな気持ちでなかった、涙こらえて笑って、こうなく背中を見込んで、私にとってあなたは心からの光。
も離さない大丈夫平気だよ僕強がって見せただけなんだもしあんまり手はないこんな気持ちないなかった涙こらえてもらって重く背中を見送るんだあんなあの子に来るのだろうくずらくらしているずっと絶対に伝えられないだからつぶやいてありがとうI'm not afraid of the dark.
もっともっと、そう、そんなんじゃやだね、そんなんじゃまだ私のこと見ててずっとずっと、ありがとう。